こののどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが。
つなぎましょう。キノコを転売するのもそう簡単なことじゃないようだ。一緒に遊ぼうよ。難攻不落。花と酒を手に景色。反応しようとしたが、あの頃とはもう違う。
Nagusa no Rin. なるほど。確かにそれならプレゼントにぴったりだ。それに最近、八重堂が新しい小説をたくさん出しとるんや。しげるがこの前言ってたんやけど、新刊の中には童話もたくさんあって、子供たちの読み聞かせにちょうどええらしいで。あと、小倉美穂さんのとこに新しい絹織物が入ってん。もしかしたら新しい着物があるかもな。ただ妹さんの服のサイズは覚えとる？もし間違うたら可愛くなくなってまうけど。トーニャの服のサイズ、この間新しい服を買った時は確か、いや、あの子は身長が伸びるのが早いし、俺が覚えてるサイズじゃもう合わないかも。覚えてないなら仕方あらへんな。なら絹織物をいくつか買うのはどうや？もしかしたらその方が妹さんも喜ぶかもしれへん。そうや、花火をもう少し持っていくのもええんやないか。何日か前に新しい調合で作ったんや。綺麗な模様で音も備え大きない。弟さんや妹さんたちも絶対気に入ると思うで。あとはそうやな、お土産にちょうどええもんと言ったら、ん？ああ、来たか。今、宵宮お嬢ちゃんに稲妻ならではのお土産を教えてもらってたんだ。この子には感謝しないとね。でないと何を買って帰ればいいのか皆目見当もつかなかった。偶然さ、用事でちょうど稲妻を通ったから、家で待つ弟と妹にお土産を買おうと思ったんだ。ただ何を買ったらいいのかわからなくってね。前にテウセルが稲妻の鬼カブトムシを自分の手で触ってみたいって言ってたのを思い出したんだ。
だからまずはそいつを捕まえることにした。けど、オニカブトムシを探している途中、子供が森の中を走ってるのを見かけたんだ。その子は魔物の群れに突っ込む寸前でね。その子を止めて、ついでに魔物を処理したんだよ。それで彼と一緒に宵宮お嬢ちゃんに会うことになったんだ。その後はまあ、俺に袋ムジナ退治専門家っていう称号が与えられたってわけさ。ただ残念ながら、あの子たちの親は外を冒険するのを良しとしないらしい。だから今回の俺たちの妖怪追跡ごっこももう終わりだ。俺が乗る船もあと数日したら稲妻に着くし、もうじきここを離れることになる。そうだ、宵宮お嬢ちゃん、稲妻ならではの飲み物でおすすめはないかな。飲み物？せやけど、かなり長いこと船に乗るんやろ？飲み物は腐りやすいし、保存の効くお菓子の方がええと思うで。三色団子やひよう餅なんかどうや？子供たちは特に三色団子が好きでな。けど団子を食べ過ぎるとご飯が入らなくなるやろ。せやからいつも家の人に怒られとるんや。そういえばテウセルも昔はそうだったな。お菓子を食べ過ぎてメインディッシュを食べられなくなってた。それで親父に散々叱られてたよ。宵宮お嬢ちゃん、ありがとう。さて、お土産を買うのにモラが足りるか数えてみないと。着物2着に絹織物3段、小説1冊、お菓子が5箱。あとはオニカブトムシも。タルタリアのアンちゃんはほんまに家族思いなんやな。あんちゃんのことか？何もなかったで。ずっと子供たちの相手をしてくれとったし、機会があったら岩尾に剣術を少し教えるっていう約束もしとった。せやけどあんたほんまに知り合いが多いな。どこにでも友達がおるって言うても差し支えなさそうや。そら羨ましいな。もし機会があったらうちも世界を回ってみたいね。いろんなことを見ていろんな友達と出会うんや。ほんで一緒に冒険したりお話ししたり。せやけどまあ父ちゃんの世話もあるからしばらく遠出はできひんけどな。今度稲妻に来るときうちに言わんとこそこそするのはなしやで。せやな、最初にうちの花火屋に来て旅の途中であった新しい出来事を教えてくれるのが一番ええな。なるほど、確かにそれならプレゼントにぴったりだ。それに最近八重堂が新しい小説だと。ただトーニョの服、いや覚えてないなら、そうや、あとはそうやな、お土産に、ん、はあ、来たか。この子には感謝しないとね。偶然さ、前にテウセルが稲妻の、けどおその子を止め、その後はただ残念ながら俺が乗る船も。そうだ、宵宮お嬢ちゃん、飲み物、子供たちはと、そういえば宵宮お嬢ちゃん、着物に、タルタリアのあんちゃんはほんまに家族思いなんやな。あんちゃんのことか？せやけどあんたほんまにし、そらうらい、せやけども今度稲妻、
流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。はっ、岩山八九。盤石。足元に気をつけて。いざ。いざ。岩山八九。
欲張る。難攻不落。ナグサのリンク。リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。我が義教神は いざ。今回はどんな問題だ？
甘い！いざ！はっ！剣女盤石！
いざ。はっ、や。いや、はっ。岩山八九。ルリ袋という植物は湿っぽい環境を好むため、あ、そこ、見切りました。新天道地、いざ。
踊りなさい。Thank you.
いざ。気をつけて。ナグサノリン、剣女盤石。